100% なので、はい、結構あの薄手というかこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいパンツでございまして、はい、あの結構ゆとりがあってカジュアルで可愛いんですけど、結構カーキのパンツ私あの割と似合わないかなって敬遠してたんですけど、このカーキはちょっと本当にこんな感じで薄いので、なんかコーデに馴染みやすいかなって感じがします。こっちもなんか完全な真っ白、うん、多分これとかこのパンツじゃないわ、カバンが真っ白だと思うんですけど、うん、これはちょっと着ないっぽいというか、うん、色が真っ白じゃないので、なんか結構真っ白の白ボトムスとかってちょっと綺麗めすぎて、うん、なんか着きにくかったりするんですけど、この2つは割とあのカジュアルにも寄りすぎず、うん、あの綺麗にも寄りすぎない、まあ、ちょうどいいところの塩梅を出してくれたパンツかなと思います、はい、じゃあここにタックが入っていますので、あのタックがないとお腹のぽっこりとかも目立つんですが、うん、このタックさんのおかげであの目立ちにくいのもありますし、ポケットもありますし、ね、後ろはゴムでして、うん、ここはチャックなんですけど、はい、今度の普段使いにぴったりな感じでございます、うん、ございます、はいはい、こちらはあのパンツお値段は税込み6490円でございます、はいはい、申し訳ございません、はい、さあコメント読んでいこうと思います、はい、さっきコメント出たちかさん、パンツ可愛いけど低身長には長いかなってあるんですが、ちょっと私155なんですけど、うん、155にやっぱちょっと引きずっちゃってますね。確かに、うん、思ったんやけどさ、うん、ここの靴の上にアイスの上に乗ったら見やすいから、あ、確かにね、コメントかぶらんかささ、あ、ありがとう、失礼し、あ、失礼します、こんな感じでございます。皆さん 見えるかな、かな、そう、かぶってないかな、かぶってないかな、もうちょっとこっちの方が見やすい、こっちこっちやね、もうちょっとこっち行こうか、ここかな、ここぐらいかな、行ってみよう行ってみよう、多分タップしたらちょっとコメント出るの薄くなると思う、確かにちょっと見えますかね、多分ちょっとね、もっぴちゃんが片足だと裸足でつくぐらいなので、うん、ね、5センチぐらい折ったらつかないってぐらいなので、155センチのもっぴちゃんで5センチ折るかなっていうぐらいでございます、うんうんうん、見えるかな、そう、ちょっと長めではありますね、でもこれ、ね、生地的に折ってもなんかまあいけるかなっていう、確かに気はします、します、はい、はい、こんな感じでございます、はい、ありがとう、ゆうちゃん、ありがとう、ゆうちゃんも着てくれました、でも多分これあえて折って履いても本当可愛いので、ちょっと両方折ってみようかな、うん、ちょっと折ってみようと思います、そうですね、うん、あ、椅子の上見やすかったですか、よかった、ありがとうございます、はい、まあ折っても私もなんか私で全然あれなんですけど、ぴったりなんですけど、うんうん、折っても全然いいかなって気がします、2回ぐらい折るとこの裏地が見えなくなるので、ちょっとスパッと下入ってて小恐縮なんですけどここ見えるかな、裏地がこんな感じあってみましょうか、裏地があるので2回折ってぐらいが綺麗に見えるかなという気がします、確かにこれぐらいかな、ちょっと細めに2回とか折って、はい、うん、折っても落ちにくいかなと、うん、そうですね、こんな感じ、ちょっとあえて折って楽に着て履いても、うん、全然これはおかしくないと思うので、うんうん、結構やっぱ楽なのですごい、本当にこれは動くときとかこんな感じで折って履いてもらうのが一番かなと思います、はいはい、うん、うん、もっぴちゃんのトップスが、うん、気になっている方がいたので、ちょっと品番待ってくださいね、はい、あ、品番わかりますよ、ナイス、それが、いや全然、これ明日ね、明日の再販でございます、うん、こちら品番が 5396C のスクエアサマー、あ、スクエアネックサマーニットでございます、うん、品番が 5396C ですね、はい、明日の再販ですのでお楽しみに、これとあと無地のアイボリーだったかな、ちょっと忘れちゃったんですが、ちょっとベージュっぽい色とあとピンクの3色ございますのでお楽しみにしててください、明日の7時再販でございます、はい、うん、あ、ちささん、うん、折って履くのも可愛いって、ね、可愛いですよね、なんか折ってもちゃんとこのパンツはタックが入ってるので、なんかそこまで膨張しすぎず、結構ラインはほんとすっきり目になるので、折って履いてもらうのもいいかも、私今サンダルですが全然なんかスニーカーとかでもうちょっとカジュアルに履いてもらってもいいかなと思います、はい、ちょっと下行きますね、うん、あ、なおやさん、少し余裕があるかも、そうですね、ちょっと長さ自体は低身長の方はちょっと少し擦っちゃうと思うので、うんうん、折ってもらったらいいと思います、はい、 ありがとうございます、メモしててくださいね、三日月さん、ウエスト伸びますか、ウエストで後ろがバックゴムになってるので、前はちょっとゴムとかじゃないんですが、後ろがバックゴムにはなってるので、
あの伸びるタイプで、めっちゃビヨーンじゃないんですけど、ちょっとあの着脱は結構楽で、お腹の締め付けもこれは全然あの問題なく、苦しさとかも、ね、全然ないですし、結構ゆとりがあるので、お腹ポコとかも本当気にならないアイテムにはなっているかなと思います。はい、はい、あ、ダハジーさん、モフちゃんのは透けないです。多分ね、私今何も履いてないんだが、透けてないかな。あー、こうやってしたら透けてるな。確かに、じゃあ飾りがあるから透けないですが、うん、確かにこうお腹から透けるので、ね、透けにくい下着を履いていただければいいと思います。うんうんうん、はい、はい、です、です。あ、いいね、ゆうちゃん、カジュアルで。カジュアルですね。カジュアルだから、なんかカチューシャー、いや、カチューカー、カッ、あ、ハールとか。あ、いい偶然の産物でした。偶然の産物でしたね。あ、お洗濯したら軽くアイロン必須ですよね。あれ、あやちゃんって誰だ。あやちゃんともっちゃんを混ざって、あやちゃんって誰だ。ごめんなさい、新しい人が。アイロンした、このあ、アイロンね、ただめっちゃシワシワじゃなかったけど、やっぱ多少はちょっとやっぱシワつけたんで、軽くだけアイロンをしましたね。アイロンは多分お洗濯したらアイロンをしていただければかなと思います。だから取った 100% なんで、あの干す時にあらかじめシワ伸ばしてしたりすると、割とシワはつきづらいんじゃないかと思います。はい、でございます。かわいいですね。どんな夏はどんな感じかな。ポニーテール、ポニーテールとかかな、うん、カジュアルだからシュシュとかつけて、あれかな、かわいい感じがいい、うんうんうん、いいな。そしたら結構ね、なんかカジュアル系も人気だそうなんで、はい、こんな感じ。あやちゃん呼ばれてるし、よかったです、ごめんなさい、なんか失礼かと思っちゃいました、ごめんなさい。はい、あ、カードめちゃくちゃ好きです、まるまるまるした、ありがとうございます。あ、この T シャツ買いました。届くの待ってる、かわいいですよね。かわいい、確かにワントーンっぽくて、うん、いいですね、いいですね。あ、君似合うね。ありがとう、君君似合うね、いただきました。はい、黄色でゆるっとですが、はい、うん、です。ねえ、ほんとね、この T シャツもほんと届くの楽しみにしてください。パールはもうすぐ再販ですので。あ、そうです、そうです。もう少々だけお持ちいただければ嬉しいなと思います。嬉しいなと思います。うん、あやこさんが、ゆうちゃん前髪伸びたのって、なんか若干雰囲気違うく見える。逆ですね、切りましたね。切りました。ほんと多分自分しか分かんないなので、ちょっと切りまして、前髪の毛量が増えたのかな。あー、はい、やっぱ雰囲気がありますよね、前髪も。ありますね。うん、でございます。うん、あ、けいこさん、ありがとうございます。モフちゃんはこの色着てると欲しくなるんだよなって。これね、かわいいですよ、この黄色。かわいいよね。かわいいよね。もう一個が完売しちゃいましたが。あ、そうですね、はい、結構差し色にもなりますし、多分結構着やすい黄色かなと思うので、うん、私はすごい黄色をおすすめしております。うん、うん、でもかわいいトップスがまた出るので。あ、そうですね、楽しみに、お楽しみにでございます。はい、はい、あ、ベイちゃんさん、ゆうちゃんの T シャツ迷って買わなかったの。いや、でもこれ私も結構着るたびに可愛いなと思ってはいるんですけど、うんうんうん、そう、なんか迷った時のやつで友達に聞いたんですけど、うん、なんか他の人がこのトップスとか何かを欲しいと思ってるものね、自分が迷った時に他の人がそれ着てたら羨ましくなるかどうかで買うの決めるって言ってて、あ、へえ、なるほどと思って。なるほどな。皆さんもぜひ他の人がこれ着てて、え、私買えばよかったって思うなら、うん、検討した方がいい、確かになって思いました。それいいですね、私もこれからそれで買おう、ね、迷ったら、はい、うん、っていうあれでした。